どうも、キリス世界、馬田です。おしゃしゃ、キリペ。寝にくんなよ、お前。というわけでですね、今回、まずラビット、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界で生きていい、ミスター関を呼んでおります。うわぁ、どうも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 。いやぁ、ミスター関、雄大君、初めて使った。盛るなよ、お前。今回の都市伝説は、中国のサイバーテロ集団、61419部隊。彼らは、知らないよね。というわけでですね、今回その61419部隊について触れていきたいと思います。2021年4月、宇宙航空研究開発機構 JAXA へのサイバー攻撃に関与したとして、警視庁が中国籍の男を書類送検したのね。警視庁の松本光弘長官は定例記者会見で、攻撃に中国人民解放軍の部隊が関与した可能性が高いとした上で、攻撃の背景組織の特定に至ったのは非常に意義深いと考えると述べたのね。関さんちの隣ね、アメリカ人の大学教授でイルミナティやそして日本に対するサイバー攻撃について、中国が国家レベルで関わった疑いが強いとする見解を日本の捜査当局が示したのは今回が初めてと見られてるんだよ。そして警視庁によると、男は2016年から17年に5回にわたり、名前などを偽って日本企業とレンタルサーバーの使用契約を結んだ疑いがかけられたのよ。そして男は中国共産党員で、国営の情報通信企業でシステムエンジニアをしていたというのね。そして松本長官は会見で、男や関係者の供述など多くの証拠から、国内約200の企業へのサイバー攻撃が TIC と呼ばれる集団によって実行されたと指摘したのよ。この TIC 毒やないかい、よく見てるやつかそして背景にある組織として、青島市を拠点とする軍の戦略支援部隊61419部隊が関与した疑いが高いと説明したのね。そして長官は、サイバー攻撃への対応は国の安全保障上最も重要な課題と指摘したのよ。そして官民の情報共有や政府内や外国の治安機関との連携を図って、被害防止や攻撃の実態解明、取り締まりを進める考えを示したのね。しかしこれは氷山の一角に過ぎないのよ。留学生のみならず、勤労者から観光客まで、中国諜報当局の協力者は日本社会に深く浸透しているとも言われてるのよ。おお、じゃあつまりその中国の方がね、観光客を偽ってその日本にサイバー攻撃をしに来てる可能性もあるってことでしょ。そうですね。61419でしょ。一体何をしてんのかっていうとね、簡単に言うとこういうことです。見たくなったそして中国当局は、国家への忠誠心を説いて愛国心をくすぐったりして、自国民を取り込み日本社会の隅々に配置しているというのよ。そして中国当局が協力者を使って拡大したスパイ網は風俗店なのにも及んでいるというのね。ある情報セキュリティ専門家は、マッサージ師にノートパソコンのデータを狙われたと明かしてるのよ。昨日財布狙われた、スパイにやられたなそして中国当局が中国出身の風俗店店員をリクルートしてるとの情報に基づいて、知人と実地調査していた時、あるマッサージ店に知人が客を装って入店したのね。そして出てきてからカバンに入れていたノートパソコンを調べると、データを抜き取ろうとした形跡が見つかったというのよ。いい、中国なめちゃダメだからね、明の時代の時に世界のトップに立った国だからね。なるほどね。で、あのエンターキーのさ、力強くしたい唯一無理だろそして客がシャワーを浴びてる間に、部屋に残されたノートパソコンから風俗店店員がデータを盗む手法が広く定着していることを物語ってるというのよ。また愛国心が薄く、中国当局に非協力的な場合には脅していることもあるというのね。中国に残る親族の自宅を公安当局者が訪ね、日本にいる子供や兄弟に電話をかけさせるのがお決まりの手口というのよ。通話相手が途中で公安当局者に代わり、中国に残る親族の安全を保障してほしければ協力するよう暗に求めてくるというのね。逆に中国人ではなく、中国にシンパシーを抱く日本人が協力者になっているケースもあると日本の治安当局は嘆いている。ヒロの国友達を産んだそして中国当局は日本人も中国人もリクルートし、スパイ網を拡大しているというのよ。以前紹介したネット工作員部隊五毛党のように、中国ではスパイ活動が盛んなのね。もちろん日本にいる大半の中国人は情報活動に加担しておらず、偏見の目で見るのは間違っているけども、あなたがよく街で会うあの人はあなたの何かを狙っているのかもしれないよね。ね、気づいた？ウヒロっていうのが出てきたでしょ。ウヒロっていうのは一体何なのかっていうと、純粋な中国人の友達。深掘りするな